どうも、おはこんばんにちは、ホビドアです。アレス、パウラ戦、ブレイス再開していきましょう。で、今回も今回とってチャプター1に戻るところからだよ。ってことで、パワーアップチップを通りに行ってしまいましょう。おそらくラストの一つが、このローリングができるようになったので、ローリング中にガードができるようになったので、取れるという場所にあると思うので、見てみましょうか。そこじゃなかったら、おそらくこのパートは、あれだよ、スキップされているはずなので、その場合はなかったということを考えていてくれれば大体大丈夫。まああるんだろうね、このパートが出てるってことは。はい、倒すよ倒すよ、どんどん倒すよ。めちゃくちゃコンボが溜まってんね。お金お金お金、ローリングローリング、お金が溜まったのでとりあえずこれを買ってしまいましょう。あの必殺技のね、ガードできるダメージの量が上がるというものです。素晴らしい。あそこなんだろう、ローリングが強くなる、ローリングじゃない、ごめん、このアーマーが強くなる感じなのかね。タウラス、これを強化していいの、大丈夫なの、これ強化するとまずくね、このアーマー。あれジリオン関係だよこれ、敵を汚染するやつ。やはりタウラス、この状態で言うと敵側につきそうだよね。前回もラストの方でなんか殺せとか言ってましたけど、正気に戻るのかな、アレスを倒して正気に戻るみたいな、そんな内容な気がしないでもない。はい、こちら側も来れました。やっぱりあったね、フュージョンフォーム、やっぱりそうだ。フュージョンフォームの強化ってどうなるの。あー、これはいいですね。ホバーブースト中に攻撃を食らったとしても、食らったとしても、なんだろう、インタラプトってことはインタラプトされない、まあ要は攻撃を食らうと中断されるじゃないですか、オーバーブースト、これの時に攻撃を食らうと中断されなくなるよっていう能力です。素晴らしくいいですね。これで死ぬ可能性がさらに下がるという、落ちて重要なので2回言いましたよ。ちなみにアレス編で結構取ったアイテムが、この彼のパートに入ってから取り忘れが結構発生しているので、もしかしたらこのビームを最大値まで強化できなさそうな気がしてきたよ。ちょっと残念。そうだ、前回ちょっと別のやつ手に入れたんだったね。試してみようか。お、遠くまで行くね、結構範囲広くねえか、アレスの時より。ダメージ40、ただ発射速度が 0.5 と。ではこちらに変えてどんどん進んでいきましょう。こんな感じでいいのかな。これ本当道中キャンセルしちゃダメなのかな。おお、危ねえ危ねえ、死ぬところだった。こんな序盤のステージで何を、まあいいや、あいつ無視でいいよここまで来てね、無視するという。上のところも前回のパートで探索しているので、このまま進行していきましょう。よいしょ、でこいつらを、こいつらというかこのボスを倒して次のステージに移りましょう。多分このゲームで一番戦ってるボスだよねこいつ。あ、やばいんじゃね、俺死んじゃうんじゃね。あ、バリア使えばいいか。前にも似たような会話があったような気がするぞ、なぜだろうか。さあ、こういうブラザー、これでいいや、そこそこヒットするしね。あの銃、序盤のやつ強化してたら多分あの銃の方がいいんだけど、強化してないからね、多分強化のやつどっかで見逃しちゃったんだろう。はい、どうしました。では次のステージに行っちゃいましょうか。一旦強制的にステージ探索ではなくて、強制的に次のチャプター2に移されるのがあれですよね。でチャプター5か、ハイウェイトヘル、ここが確かアレス編だと、アレスとの、アレスじゃない、タウラスとの対戦をしたステージだったのかな。ここだったような気がする。ここだったらもうアレスと対戦なんじゃね。アレスとの対戦ちょっと楽しみだな。基本的には敵とこちらの行動パターンが一緒だったので、できる攻撃がね、アレスというかタウラスの攻撃も実は同じだったという、これとこれがあるしね。これ絶対ちょっと違うだろうと思ってたんだけど、そんなことはなかった。ここ右側に確かアイテム1つあったところだね。
あったあった、本当にあったよ。ウェーブエミター強化、先ほど手に入れた武器だよね。もう先ほど手に入れた武器の強化は手に入れたけど、あれがないという序盤の武器の、どうなってやがるんだ。探しに行くしかないでしょう。まあ今回のパーツでおそらく見つからなかったらもうそのまま進行しちゃうけど、なんとかなるだろう。難しくなるけどなんとかなるはず。きっとおそらくメイビー大丈夫。こっちでいいんだよね。あれどうやって取るのさ。ああウェーブミッターか。あそういうの関係なく普通に取れたよ。うん、もうそんなの関係なかった。さてでは引き続き行こうか。あウェーブミッターでもあれ破壊できなかったような気がするけど、もう取れたんだったらそれでいいだろう。あれか、ああいうのってキャラによっては取れないのあるのかな。ほらタウラス編のタウラスでプレイしてる時じゃないと取れないやつありますよみたいな。ほらデータベースだから別にそれはそれでいいじゃない。あそうだ、ここタウラスと戦ったところだからアレスが出てくるんだろう。楽しみだぜ。やべえ、おーおーおーおお、危ねえ危ねえ。しかしこの武器がアレスと同じような感じで銃撃ってるわけではなくて、弾が一発ずつ出てるんじゃなくて範囲内のこに攻撃が当たるから、ああいうガードしてるやつとか倒すのが非常に簡単だよね。アレス編でもウェーブエミッターを使ってれば全然余裕だったんだけど、気づいたのがだいぶ後だったからな。お金がだいぶ溜まってるぞ。もう強化できてんじゃないのか。リペアは無理か。リペア先に強化するかな。ウェーブエミッター強化するより。ウェーブエミッター強化するとどのぐらいになるの。ダメージ60めちゃくちゃ上がるな。おいダメージ60だったら通常の銃を使うぐらいだったらウェーブエミッター使った方がいいって状態になるよね。おお危ね。でもまあ先にリペアを取っていきましょう。リペアは最後まで使うからね。ウェーブエミッターはあそこなら使えるんじゃないかな。ほらガードをしてくるボスが次のエリアだと思うんだけど、いたの覚えてるだろうか。あいつに対して使えるようになってればかなり有効だよね。どうしようかな、強化しとこうかな。次のエリアに行くまでにそんなに上がんねえ気がするんだよなお金。ほらどうせアレスと戦ってる時に非常に使いそうだからね。めちゃくちゃコンボ決まってるよ、素晴らしい。これコンボの数によって手に入るお金の量とか上がるのかな。多分ないよねそういうの。さーて強化できるんでやっちゃおうか。リペア強化、倒すのが非常に簡単とか言ってダメージもらってるけどね俺。お前らを倒すのも結構簡単なんだぜ。金金金、意外と金が溜まってる。あおっと犬だったのか。コンボのマークあるじゃないですか。あれのせいで敵がいたのが見えなかった。いやマジで危ねえ。自爆特攻野郎は金落とさないんだよな、こちらが先に倒しても。しけてやがるぜ。エラディケーテッド、なんだ何が来るの。お前らか、俺前に言ったっけ、お前ら嫌い。よしこっち、こういうことだろ。おーっと両側から同時か。嫌だ、やめてくれやめてくれやめてくれ。こうなったら奥の手シールド、お金が手に入ったんで回復しよう。シールドを途中でキャンセルできればいいんだけどな、エナジー全部使っちゃうんだよね。ボス戦まで取っとこうと思ってたんだが、そういうわけにもいかなかった。だけ最初一瞬ゲームがついたぞ。どうなってやがんだ、よくあるやつ。消毒してやる状態でね、これめちゃくちゃバーナーだよ。本当にレーザーじゃないよね。エミットしてるのは確実に炎だよね。青いバーナーだよこれ。チャッカマンだよチャッカマン。そろそろあれですか、まだか。ああそうだね、こういうのあったね、こういうのあったあった。あれ変だとめちゃくちゃこちらの攻撃が当たってすぐ倒せたんだけど、今回どうなんだろう。もうね、もう攻撃が当たるのとかほとんど無視だよ。あまあで速攻で倒すようにしよう。そろそろ切れるぞ、回復しとこう。はい倒した。でも回復しなかったら死んでたっぽいな。しゃあ
何手に入るんだっけ。ロックダウンの最後の強化のやつか。どのぐらいになるんだろうな。でもこれボス戦で大体使えないから微妙なんだよね。ボンバードはまあまだ敵に当たるけど、そういえばロックダウンはアレスには通じるのかな今回。敵としてじゃない、自分で使ってた時はあれだよね思いっきり引っかかってしまった敵としてというか自分で使ってた時はタウロスの攻撃めちゃくちゃ当たってたから、まあ、当たりそうなものなんだけど。はい、 OK。 であとは気をつけて進めばいいかな。ローリングローリング、あれローリングでくぐれるよね絶対。くぐれなかったらちょっと終わるかな。ちょっと辛いものがあるよローリングでくぐれなかったら。やっべ、これ出るのがちょっと早いんだよな。気をつけないと。ほんとよしよっしゃ、金を貯めていこう。どんどんウェーブミッターこの分だと強化できそうだな。お金の節約をタウラスのバリアでできてるっていうのがいいよね。お金の節約っていうかリペアキットを使う節約だよね。はい、 OK。 おお、999やべだよね。死ぬかと思った。ちょっとチェックポイント、そろそろ来るか。アレス、アレスのレーザーどうなるんだ。アレスレーザー使ってくるぞ技で。エクストラプロテクション、こんなところにあったのか。HP の最大値が上がります。喜んで。ああ武器を買いたいとかそういうのを忘れていた。俺の悪い癖だね。割とマジで欲しかったんだがまあいいや。これでいい、これで進行できる。しかしローリングで敵がスタンするのはやはり時間的に少ないね。それは当然といえば当然だけどね。痛い。本当爆弾野郎が問題だよな。痛い、本当に痛い。手に入ってるお金の半分は回復に回さなくてはいけなくなる。アレス近いはずなんだけどな。チェックポイント、お、アレスかなぽいな。アレスが来たぞ。アレス、このところで何をしているんだ。攻撃されたぞ。どうしたんだ、アレス。アレス、お前のアマ、お前汚染されてるのか。あー、アレスも赤くなるんだ。タウラスクラス、自分より弱いモデル、そうです、排除にかかる。ワルキル、アレスをそちらから遠隔操作で停止させろ、今すぐだ。ワルキル、くそ。ああ、そうなんだ。それでもタウラスわざとじゃないんだ、倒すの。すまないやつだが、これしか方法がない。速攻で使うぜ。タウラスダッシュ状態になってるのか。ああ、銃は通常のやつなのか。分が悪い、これのくらいがいい。やっぱならないのか。ああ、タウラスはあんな感じになるんだね。速攻で死にかけてるよ俺。まあ油断してるしね、すごく。タウラス攻撃力高くねえかお前。タウラスじゃない、アレス。そう、投稿攻撃する術がないのが辛い。近づかないといけないんだけど敵の射程距離内なんだよな。ちょっとダメージ負ったらこれだよ。当たってねえな、ダメージ。リペアキット、リペアキット、やっぱりか。くそ、次のリペアキットの回復まで持たなくては。こちらの方が射程は長いか、短いんだよな、どちらにしろ。これだ、ザゴリョシ。しかしあんまりこちらの攻撃が連打で当たらないっていうのが辛いな。やばいぞ。ああ、連打するやつか。連打するやつだけど連打してこないんだ。それほど脅威じゃないな。
畜生、こいつの無敵地君が長い。敵のだよ、敵の。おかげであんまりダメージを与えられてないという。はい。これもくれ。これもやっぱりダメージ入んねんよな。回復。回復した途端ダメージをもらったという。強い。強いというか、戦いにくい。アレスだと遠くから攻撃できるからいいんだけど、この主人公できないからね。あれの状態無敵なんだもんな、お前も。ダッシュしてるとき、おーっと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 。なかなかダメージを与えられない。こうなったらウェーブエミッターでいくか。強化されてないのがちょっと悔やまれる。回復。さっきお前から受け取った武器だわ。というか、お前もウェーブエミッター使ってくるはずだよな。名前がちょっと違うかもだけど。あ、イベントだ。殴って倒すのか。一応倒したけれど、アーレスを入手。さらに何か能力を入手。何だったっけ？パワーインフュージョン。あ、そうだよね。最後の強化はそれだったよな。てか、アーレス結局上からのレーザー使ってこなかったね。うん。アレス、俺はお前に対して失敗をしてしまった。だが、人類に対して失敗をしないようにしよう。どのこと？あ、バルキルさんとの会話はないのか。バルキルさん、会話ないね、本当。どうなってんだろう。バルキルは結局、アレスの方をサポートしたから、なんか会話できなくなるのかな。そっか、この力のせいで、ほら、タウラスから、放出されている力のせいで会話ができていないということであれば、確かに会話はできないでしょうね。お、次のパワーインフュージョン強化 2.5 ダメージをアブソーブ、吸収できる。強いですね。でも1500か。クリアする前に取れるだろうか。できればこのパワーウェーブエミッターだ。ウェーブエミッターの方を先に強化したいですしね。フュージョンアーマーの強化も行いたいけど、もうちょっとかかりそうだ。ではまた次回でお会いしましょう。ちょっと短いのですが、次はラストの方まで行ってみましょう。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドワでした。